こんにちは、肉です。今回は、アメリカ版ニージプロの A2K の第7話の感想をね、お話ししていこうと思います。今回から、えっと、ボーカル審査になりまして、まぁ、いろいろあったので、ちょっと感想は言いたいんですけど、まあ、結構ね、まあ、大変というか、うんやっぱそのダンスミッションの時に、まあ、どんなのでね、その評価をもらえるかとか、そういうものが分かってきたと思うので、まあ、今回の歌の時もまた違った視点で、パークさんいろいろ見てるなっていうふうに感じたんですけど、まず、KG ちゃん。 きましたねこのオーディションっていうのはやっぱアイドルっていうのをね作るものじゃないですか。なので他とはねかぶんないこの KG ちゃんのビジュアルがまずね私的にはやっぱグループに必要だなって個人的には思ってたんですけど今回ね歌もねすごく褒められてたじゃないですか。でやっぱ声めっちゃいいんだよね。しかもそのダンスはちょっと 苦手な方になるんですけど、逆にやっぱ、伸びしろっていうものもある上に、やっぱ努力っていうものもね、この刑事ちゃんに関してできる子だと思うんですよ。で、結構ね、それでパークさんにも褒められてたので、やっぱこれからね、いろんなその、何その、今は別々にやるけど、これから歌って踊ってっていうふうになっていくじゃないですか。で、それで見せていくことになると思うので、こう、これからいろんなステージになった時に、やっぱり、どんどんね、伸ばして、その伸びていくのも見えやすい子だと思うので、まあ普通にね、メンバーに結構私的にね、 なるのは硬いメンバーなんじゃないかなと思って、個人的にね、その、KG ちゃんの好きなとこは、服装とかね、いつも見た目が派手なんですよ。あれがめちゃめちゃ可愛くて、これからもそのなに、アメリカンって感じのね、その KG ちゃんのね、マイスタイルを貫いてほしいなって、個人的に思いました。 はい。で、グループにね、入った時のことについて、パークさんにも褒められてたので、パークさんも、ね、やっぱりその、KG ちゃんに入ってほしい気持ちっていうのが結構伝わるなって、個人的には思いました。はい。そして、ケンダルちゃん。ケンダルちゃんね、マジでね、その、この中で、何、その、超実力者ばっかりじゃないですか、この、何、A2K って。そこに比べたら、決してね、その、歌に関しては得意な方ではないと思うんですよ、まあ、見てて。 ね、そんなその今回は自信もな,なんか何めちゃめちゃモテてたわけでもないしその何喉とかの調子も良くなかったと思うんですけどでもそのやっぱり相手を見てしっかり伝えるってところがやっぱりその気持ちがねめっちゃ見えたしそのオーディションってその特に JIP のオーディションって歌が上手い子を選ぶその上からさ歌ダンスみたいな感じで上から選んでいくオーディションじゃないじゃないですか。その個々の 何実力だけを見て選ぶわけじゃなくって、もちろん JP に一番大切な中身だったり姿勢だったりとか、もちろんその何多少はうまさ大事ですけど、自分の気持ちだったりとか、その中身っていうものをどう相手に伝えるかっていう、このどう人を動かすかっていうのがやっぱね、すごく重要なんじゃないかなって特に思いますので、そう思うとその点でこのケンダルちゃんの伝え方っていうのは、その何実力以上のものを見せたっていうか、それを超えた その伝え方だっっったたなっていう風に思ったんですよ、ね、すごく表現力が豊かな子だなと思ったのでやっぱりこのケンダルちゃんに関しても素敵なアイドルになるだろうなと思って見てましたねやっぱうんいろんなパークさんのオーディション見てるともう 実力だけじゃ語れないことがたくくさんん出てくるんですよもちろんね超飛び抜けてたらそのパークさんもすごいなって思って見ていますけどでもやっぱりみんなうまい子が揃ってるわけだからそこからどうねグループを選ぶかってなった時にやっぱり全ての面で優れてる子っていうことその中身とか姿勢とかにも関してそしてその周りの人の評価とかも結構パークさんは見てるのでそういうところから うん、選ばれていくと思いますので、このケンダルちゃんに関しては本当に人に対してもね、優しいし、努力するとこもいっぱい見られるかだから、これからも楽しみですね。はい、そして、ケイリーちゃん。ケイリーちゃん来ましたよ。はい、今回ね、ケイリーちゃんはやっぱ何よりね、頭がいいっていう部分が、何、今まで映ってたと思うんですよね。で、もちろん、歌の実力超高かったし、その努力の仕方まで、その周りを見たりとか、 その自分なりのやり方だったりとかすごく勉強してやってたので本当に賢くてねこの若さでっていう感じだったと思うんですけど個人的にやっぱり今回ケイリーちゃんがケブをもらえなかったんですけどまあ考えてみたら違うかもしれないけどうーんその大人っぽくその歌ってると大人っぽい姿を見せれるっていう風に言ってたと思うんですけど多分今回ね そのパークさんは求めてるのは大人っぽい姿じゃないと思うんだよね。そのケイリーちゃんのそのままの姿をどうパークさんに表現するかっていうところはやっぱ見たかったと思うから、その点でやっぱりちょっと弱く見えたのかなっていうふうに思って、でもこの子も12歳なの。もう最年少なの普通に考えて、だからもうしっかりやりすぎっていうか、もうすごい子だなって思うし、やっぱたくさん教えてね、これからその JYP に行って教えてもらえば、 うんすごい子になっていくなっていうのは思いますしキューブはねもらえなかったんですけどでもこれからねそのステージがあってそこでもらえる可能性も全然あるのでやっぱ頑張ってほしいなっていうふうに思いましたし何よりあそこまで純粋にわーンって泣いてる姿を見てやっぱ可愛かったもう本当にもに親の視線親の視点になっちゃったなっていうこのケイリーちゃんに関しては思いましたね。なんか もちろん、その、ちょっと賢く見えるし、一生懸命頑張って、その、こういう姿を見せようってできる子だけど、でも12歳なんよ。なんかステージだけ見たらそうだけど、やっぱり中身とかは12歳のとこもいっぱいあるだろうし、なんかもう支えてあげたいなって、もう個人的に思った、もう可愛さを持ってた。もうパークさんもさ、自分の子供を見るかのような目で見てたじゃん、最後。なので、 ま、可愛いね。本当にこれからどういう子になっていくのかっていうのは楽しみだし、もちろん素質に関しては、めちゃめちゃ高い子だと思うんでね、楽しみです。そして、メリッサちゃん、主人公でしたね。はい、メリッサちゃんは、前のね、ダンスの時にキューブをね、もらえなかったメンバーだと思うんですけど、でも、今回ほん、 本当にね多分みんなもだけどこのメリッサちゃんのこと好きになった子超多いと思うっていうのがやっぱね素敵すぎる考え持ってんのマジ JIP に超ふさわしいんじゃないっていうね考え方持ってる子だなと思っててそのダンスの時にキューブをもらえなかったことに関しても今日は今日で昨日は過去新しい日で新しい太陽が出たからもう一度始めてみようって自分自身で思えるこの強さこの素晴らしさこの前向きさ 超好きっって思ったもう本当にこの子素晴らしい子だなって思ったしパークさんもだいぶ気に入ったよこれ本当にって思ってうんもうなんかこんなに若いのにさなんか考え方さえもこんなに素敵でさ私自身が見習うところも正直たくさんある子だなっていう風に思いましたね、うん、そんな風に考えられるからこそ今回ねこの歌っていうところでしっかり切り替えてきてボーカルの実力出してきたし本当にそれをねちゃんと評価されてたのでめちゃめちゃ良かったもうほんに 本当にいやー本当だったらさ普通はちょっと落ち込むよねでも次の日に切り替えられないじゃんだと思うんだけどこの子は本当にそのメンタルって部分でもアイドルにめっちゃふさわしい子だなって思ったしアイドルっていうものの本当の姿その見てる人がを明るくするっていうところが本当にこの子はそのアイドルの素質が素晴らしいなと思って。 うん、なので、輝きすぎてた。本当に、その前に、ダンスの時と全然違ったじゃん。あの輝きが、本当に溢れすぎて、うん、本当に応援したい。アイドルになるまでこの子を見届けたいって、心から思ったような、そんなメンバーだったと思うので、え、みんなもそう思ったんじゃないですか個人的には本当にそう思ったので。 考え方努力の仕方実力本当にこれから楽しみですはいそして A2K めちゃめちゃ感情移入しちゃうんだよね次のね A2K 次回予告結構大変な感じになってたやっぱり ダンスよりさ、ボーカルってさ、その練習じゃどうにもなりきらないところあると思うんですよね。その、ダンスは、もう素質とかあると思うけど、でも、もう声って変えられないからさ、多少はその JP とかで教わらないと難しい部分とかもあると思うので、そう思ったら、多分ダンスよりはキューブもらえる子減るんじゃないかなって個人的には思ってるので、その予告とか見てもね、ちょっとここからどうなっていくか楽しみにしたいと思います。はい、そんな感じで皆さんのね、今回のこの A2K に関しての感想をちょっとコメントにたくさん書いていただけたら嬉しいです。 これからもね、通勤だったり、二0だったりの情報が出てこればたくさん動画にしていきますのでよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。